ライン側の距離表。一番上にローマ数字で書かれた36はバーゼルからのミリアメートル単位の距離を表す。その下にキロメートル単位の距離が36万ケムと書かれているが、ドイツでは小数点はコンマなので36万キロメートルではなく360キロメートルを表す。ミリアは百三十五年までメートル法で使われていた。 104イコール1万を表す、窃盗時である。記号はマイ、またはマレニマ、エム。ギリシア語で、1万という意味のミューロオイオタイオタに、由来し、英語で、無数のを意味するミリアットと同じ語源である。ミリアメートルは、19世紀の列車の運賃表に見られるほか、今日でも、電波の波長による、分類、ミリアメートル波に名を残している。スウェーデンとノルウェーでは、 ミリアメートルに等しい長さの単位、ミールが今日でも日常的に用いられている。フランスで1812年から1839年まで使われていた習慣的度量好では問わずより長い長さの単位が存在しなかった。そこでこの期間にはミリアメートルが使用された。フランスの取引で慣習的に使われる単位にミリアグラムがある。これは ヤードポンド法のクォーターを置き換えるものである。アイザック・アシモフの1952年の小説、ファウンデーション大帝国にはミリアトンが登場する。ミリアは1795年にフランスで最初のメートル法の一部として採用された。しかし、1960年の第11回国際度量構想会で国際単位系が制定されたとき、 ミリアは SI 窃盗時に含められなかった。トマス・ヤングによれば、19世紀初頭の出版物では、ミリアの同義語として、ミリオも使用されていた。なお、ミリオは、ミリアとは別の14イコール1、1万を意味する、窃盗時であり、ミリアと共に、ミリオもメートル法に導入されたとする説もあるが、信憑性は不明である。ノースカロライナ大学チャペルヒルコ数学科学。 教育センター長のラスローレットは、105、14、15を表す、窃盗時が広く受け入れられたことはないとしている。ミリアの記号は、最終的に、マイとなった。1905年、国際土壌工委員会は、ミリアの記号を M と決定した。これにより、ミリアメートルの記号はミリとなる。しかし、20世紀初頭、電気工学者たちが、メガワと、 メガオームなどの106を表す、折等ジメガを使い始め、その記号を M とした。この用法が広まったため、1935年にシプムは、折等ジメガとその記号 M を正式に採用し、ミリアを完全に廃止した。これにより、1000のべきごとに、折等時を揃えようとする方向性が明確になった。アメリカ合衆国は1866年に、 ミリアメートルとミリアグラムの使用を認可していたが、1975年に、その使用はもはや許容できないと宣言した。ありがとうございます。